こんにちはえみやけ海外担当広報室長の一ノ瀬です今日はボッタマより1年早く成年式をお迎えになられるデンマークのクリスチャン王子のお話とそこから派生いたしましてイギリスの大冠式でのキーコさんの肝の問題について語ってまいりますまずはデンマークのクリスチャン王子の話題から始めてまいります 現在デンマークではマルグレーテ二世女が高加減していらっしゃりそのご長男のフレデリック皇太子が王位継承順位第1位そしてその次の王位継承順位第2位がクリスチャン王子ということで10月15日のお誕生日で18歳の成人をお迎えになられるということで通常のねお誕生日よりも大規模なお祝いのセレモニーが行われる予定です。 クリスじゃあ過去動画でもご紹介しましたが4人兄弟の一番お兄ちゃんということで下のねご兄弟の面倒も見つつ報道陣への突然のインタビューもそつなくこなすというね、えー、未来の国王として当然といえば当然かもしれませんが順調にお育ちになられて、まあ、大変うらやましい限りでございます。 このねお写真もゲッティイメージからのものですけれどももう見るからにねこう王子風味が高いと言いますか何と言ったらいいかわからないんですけどもうめっっちゃ王子って感じですよねできることなら日本のボッタマもデンマーク王室に里子に出してうまいことね教育してほしいなと思いますけれども、まあ、愛子様ならね歓迎してもらえるんでしょうけれども、まあ、ボッタマはね盗作王子としてもう名高いでしょうから多分ね、ね病で断られるんではないでしょうか。 さて具体的にどんな素敵なセレモニーが予定されているかということですけれどもまず10月14日に前夜祭的にクリスチャン王子の成長を追ったドキュメンタリー番組がテレビで放送されるそうです。 タイトルがクリスチャン王子「ロイヤル・ジャーニー」というねこういったタイトルでしてクリスチャン王子がフレデリック皇太子とご一緒に国会各省庁最高裁判所教会、防衛施設などを巡り将来の国王となる予定の彼が果たす役割を理解するまでの彼の旅を追ったものだということなんですね。もうこれね部分的にかもしれませんがおそらくね YouTube でも近日中にね公開されるかと思いますので私も楽しみにしたいと思っております。 そしてデンマーク王室のインスタを見ると国民の皆様が、ね、コメントを投稿されていて皆様、ね、この番組が放映されるのを非常に楽しみにしておられたりですとか王子へのお誕生日のお祝いですとか、まあ、将来への、ね、祝福のコメントであふれ返っておりましてデンマーク王室が多くの国民から支持されていることが伝わってまいります。 日本のヤフーニュースのね、エイミア系関連のニュースからのね、国民からのコメントは、ほぼね、批判で埋め尽くされているのと比較すると、もう本当に大違いだなという感じがいたしますね。 そして10月15日には王子が18歳の成年を迎える祝賀行事が予定されておりますのでこの祝賀行事については DRTV っていうねあのデンマークの NHK みたいなねそんなテレビ局なのではないかと勝手に思っておりますけれどもその DRTV が一日中、まあ、ライブ配信的にね放送する予定だそうでございます。 具体的には15日の12時にクリスチャン王子がご家族とあと、ね、女王とご一緒にフレデリック発生宮殿のバルコニーに姿を現すというところから始まりまして夕方5時からはクリスチャン坊城という、ね、このお城でマルグレーテ二世女王が主催のガラディナーですね、祝賀晩餐会が開かれる予定だそうです。 このディナーには国の厳選された青少年組織の代表者やスポーツ芸術文化の世界で優れた功績を残した若者が招待されていますさらにデンマークの各自治体グリーンランドフェロー諸島には祝賀会に参加する18歳を2人選ぶ、ね、そういった機会が与えられておりましてイギリス連邦から最大200人の若者が祝賀会に参加するように招待状が送られているそうでございます とということで、ね、同じ年齢の18歳の、ね、いわゆる新成人たちがたくさんご招待される予定だということですね。また18歳の青年を記念して写真家のフランネ・フォークトさんこの方はきっと、ね、著名な写真家の方だと思いますがそのフォトグラファーの方が撮影したクリスチャン王子の写真がデンマーク王室のサイトからダウンロードできるようになっております。 えちなみにデンマーク王室のインスタにはこのね、えー、ガラディナへの招待状を職員さん方が印刷して発送を準備している動画がアップされておりまして。 えー、非常にですね、こうワクワク感をそそるものでしたけれども、まあ、9 7 1町にねに新設された広報室はいまだインスタも始めていないようですけれども <laughs> 一体ね、えー、この数ヶ月間何をやっているんでしょうかということでございます。もうそろそろね、言論統制ばっかりじゃなくてちゃんとね、広報室の、まあ、それ相当のお仕事をしてくださいと申し上げたいところですね。 さてこの祝賀ディナーのドレスコードも明らかとなっておりまして男性はホワイトタイなんか白い蝶ネクタイみたいなねそんな衣装が必須であるということとそういうと女性陣はティアラの着用が強化されているということで非常に華やかなディナーになることが予想されておりますまたねクリスチャン王子の妹で16歳になられるイ,イザベラ王女が初のティアラ姿を披露されるかもしれないという点も注目ポイントだと言われております さらに注目ポイントとしては海外の王室からもこのクリスチャン王子のガラディナーに出席されるという点でございましてクリスチャン王子の名付け親であるノルウェーのホーコーン皇太子とお嬢さんのイングリッド・アレクサンドラ王女ですねこの王女は19歳ということなんですけれどもこのお二人がすでに出席の予定だということでしてさらにクリスチャン王子のもう一人の名付け親であるスウェーデンのビクトリア皇太子と夫のダニエル殿下それから11歳の お嬢さんのエステル王女もご参加の予定だそうです。この名付け親というのはなんかいわゆるねこう公爵にみたいなね、まあ、そんな人たちということのようですね。なんかヨーロッパの王室としてねこの名付け親というか公爵人の役割をお互いにこう引き受け合ってまあ、絆をね深めていらっしゃるようでございます。 またこのディナーには他の王室からも出席する可能性があるということでしてベルギーの将来の女王エリザベート皇太子それからオランダのウィレム・アレクサンダー国王とマキシマ王妃そして彼らの2人のお嬢さんであるカタリーナ・アマリア皇太子この方は19歳ですねそれから妹のアレクシャ王女18歳が含まれております。 まあ、日本にもね次世代の若い王族がいらっしゃいますがやはりねデンマーク王室の、えー、賢明な判断といいますか、まあ、今回もね呼ばれていないようでございますおそらくこうボッタマをスルーしてのの宮愛子さまを招待というね、えー、このボッタマ飛ばしが困難であったからではないかと勝手に想像しております、まあ、下手を打つとですね <laughs> エイミア夫妻「with ボッタマ」のこの悪夢のトリオが来てしまう可能性もありましたので、まあ、一緒ね日本からは呼ばないというのが正解だと思います。 というのは冗談でございますがもともとねこういうヨーロッパの王室の集まりと日本の皇室とはちょっとね一線引かれてるんだろうと思いますけれどもアジアの国でありながらねこういった場にもご招待が来るようになれば皇室外交もねより一歩この欧州の社交界に溶け込んだものになるのではないかと思います。せっかくねこの皇室というものを国の税金で維持しながらねこういった場に呼ばれないというのはちょっともったいないことだなとは思いますよね。 えー、さてドレスコードの話になりましたので、まあ、ついでになんですけど先日、ね、えっとセトラジャパンさんのブログで戴冠式の時のキイコさんのね着物姿の、えー、足元ですね靴の部分ですね、えー、着物なので当然旅と草履姿だったんですがこれがドレスコード違反だったのではないかというお話がございました。 え確かにねイギリスの貴族階級の方からしたら民族衣装ってことはねわかるけれども表敬訪問とかだったら私もねこの場は体感式ですよっていうねそういったことでございましてそのね靴下とビーチサンダルっていうそのなめた足元は何なのっていうことですよねストッキングも履いてないしなんかちょっとおかしいんじゃないのってなったんじゃないかなとは思いますよね もうこれはその日本人に対する、ね、差別的な言い方なのでちょっとお話しするのはためらわれるところなんですけれども昔まあ韓国というか、ねまあ、朝鮮と言うべきなのか分かりませんが日本人を、ね、こう悪口で言うときにイルボンちょっぱりというふうに呼ばれておりましてこれは日本人が当時履いておりましたタビが、えー、豚のこうひずめですねこう豚のつま先の形に似てるので日本人がその白足ビを、ね、履いている姿が、まあ、豚の足みたいだよねということ とことでちょっと馬鹿にしたね、部別的な呼び方でイルボンちょっぱりというふうにね、呼ばれていたそうなんですけれども、えー、日本からしたらね、伝統衣装でも海外からしたら変だよとか、なんか、無礼みたいなところはあるわけで、ここはやはりね、相手の国のドレスコードに合わせるべきだったのではないかと、まあ、改めて思った次第でございます。 そしてねそのエトスセトラージャパンさんのブログでもブータンの国王夫妻は伝統的な民族衣装だったけれども足元はきちんとね革靴とパンプスを履かれていてでワンチュク国王も膝丈のソックスをきちんと履いていらっしゃるというようなお話も出ておりましたで実際にですねブータン国内のご様子を見ると、えー、このねブーツみたいな靴が本当の正装なのかなと思ったんですけどちゃんとねイギリスのドレスコードに合わせて戴冠式当日は革靴を履いておられたわけですね。 まあこのブータンの場合はね戴冠式以外でも結構あの革靴を履かれてるパターンも多くてブータン国内の本格的なそのセレモニーというかね行事だけブーツになりつつあるという、まあ、そんな気もいたしますけれども。 えー、合わせましてトンガの、ね、国王夫妻も、えー、王妃のお洋服は民族衣装を取り入れつつも足元はきちんとですね、えー、国王夫妻とも革靴とパンプスでまとめていらっしゃいまして、えー、多分見る限りですねストッキングも履いておられるご様子が見えます、えー、この、ね、靴に関するドレスコードを守っていなかったのは、まあ、キーコさんだけだったんじゃないかと想像いたしますと本当にね日本人としては恥ずかしい限りでございます。 これはもう何なんでしょうかね。9714の,の儀式担当ですとかなんか外務省のみんなからも見放されてるんじゃないかなと思うんですけどまあその草履はね、海外から見たらビーチサンダルと思われてしまう場合もあってやばいですよってそういうことをね、えー、アドバイスしてくれる人もいなくて、まあ、キーコさんがね、1人で暴走しちゃった感じなのではないでしょうか。 この戴冠式で日本の着物をね広めてくれてありがとう的なね意見も当時一部ございましたがこの靴のねドレスコードを違反しているとなると実際には世界中にねこの礼儀知らずの恥をさらしたわけでこの日本の着物文化を広めてくれてありがとうと言っている方々にも大変お気の毒ではあるんですけれども単純にですね自己満足の世界ということになりますね。 えー、今回の戴、ね、冠式では服装もねせっかくこうカジュアルめでいいよってね言ってくれていましたけど多分イギリス側としては確かにねカジュアルめでいいよとは言いましたでもビーチサンダルは許可してないわっていう感じでもう怒り心頭だったかもしれません。 さあそして来年ぼったま18歳になられるということですのでぜひねこのデンマークのセレモニーを参考にされて、まあ、ドキュメンタリーとね18歳のお祝い晩餐会のライブ配信編集と継ぎはぎなしでできるものならやってみていただきたいものですね。 そして写真家が撮影したボッタマの18歳のポートレートを971のサイトからダウンロードできるようにするのも、まあ、いい企画だとは思うんですけれども多分ねもうこればっかりはクリスチャン王子のビジュアルとデンマーク王室だからこそ成り立つ企画であって日本でねこの企画をパクったらもう、えー、悪夢というかねもう悪い冗談にしかならないでしょう。 ということで今日はデンマークのクリスチャン王子とイギリスの体感式のドレスコードに関するお話をさせていただきました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけましたら今後の動画作成の励みになりますのでよろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。